今回はマダラオ高原スキー場に来ています。マダラオ東急リゾートホテルタングラムに宿泊いたしました。お部屋はこんな感じです。お部屋からはタングラムスキー場が見えます。オープン前の準備作業をされていますね。宿泊者はリフト券が半額で購入できますのでお得です。そしてゲレンデは吹雪いています。タングラム第一リフトでマダラオ高原エリアに行きたいと思います。吹雪でレンズに雪がついてしまっています。そしてリフトのスピードがゆっくりなのでとても寒いです。こちらがタングラムとマダラオ高原の境目です。共通券が必要になります。さあ行ってみよう。リフトの背もたれで背中が濡れてしまいました。まずはスカイラブコースに行きたいと思います。こちらにマダラオ名物の沢コースがありますが、もっと練習してからですね。行ってみよう。そして先ほど滑ったコースの映像をお送りいたします。リフトに乗りたいと思います。第12リフトに乗り継ぎしたいと思います。第13リフトに乗り継ぎしたいと思います。
乗りリフトです。他のゲレンデでも見かけますが、稼働しているのは久しぶりに見ます。山頂に到着しました。晴れたら景色がいいんでしょうね。さあ行ってみよう。オーシャンビューコースを滑りたいと思います。リフトに乗りたいと思います。小さい雪だるまを見つけました。さあ行ってみよう。もう一度クリスタルコースを滑ってハイジ方面連絡路に行きたいと思います。左に行ってしまったので右に行きたいと思います。ゲレンデに着きました。
やかですね。スーパークワッドリフトに乗りたいと思います。リフトに屋根があると寒くないし、いいですね。さあ行ってみよう。ジャイアントコースに行きたいと思います。ボコボコで急斜面のコースは難しいです。ボコボコしています。ランチタイムにしたいと思います。こちらにもチケットカウンターがあります。店内はこんな感じです。こちらのレストランに行きたいと思います。ラーメンとアップルパイにしました。コーヒーは無料枠で選びました。いただきます。味噌が濃厚で美味しかったです。お腹もいっぱいになりましたし、第2クワッドリフトに乗りたいと思います。まだまだ雪は降り続いています。さあ行ってみよう。サングラムエリアに戻りたいのですが、リフトを間違えて乗ってしまいました。ジャイアントコースを滑っています。そして霧が濃くなってきました。視界が悪いので注意していきます。リフトに乗っていきます。さあ行ってみよう。トラバースコースを滑ってクリスタルコースに行きます。
です。クリスタルコースに来ました。第15リフトに乗りたいと思います。グラムエリアに戻ってきました。第5クワッドリフトに乗りたいと思います。視界不良のためゴーグルを変えました。さあ行ってみよう。
これが最後の一本です。実はこれでおしまいにします。今回もご視聴ありがとうございました。ホテルの売店で色違いの帽子が売っていました。とても軽いです。お次は野沢温泉スキー場へ行ってきました。山頂は真っ白な世界で美しい。シベリアンハスキーがいました。そして源泉かけ流しの温泉が無料で入浴できます。お楽しみに。高評価、チャンネル登録で次回を楽しみにしていただけると嬉しいです。コメントも楽しみにしております。